うわ、やっと着いた。めちゃくちゃ多いな。表から入らずにこっちから入ります。返してくるかな。出たのかな、これ。さあ、これを置いていきます。去年買ったやつを返して帰りましょう。おみくじも今日引き当てたし引き当てました。うん。あ、今年
年1年頑張るか。よろしく頼むぞ。皆様新年明けましておめでとうございます。改めて、今年もよろしくお願いいたします。先ほど、霧島峰神社の方に、参拝に行きまして、ついでに、ちょっとお正月の駅前の、状況なんかをちょっと写してみたいなと思いまして、ちょっと歩いてみたいと思いますね。さすがに静かですね。まあ、ちょうど、1月1日の12時半ぐらいですね。ほとんど人が歩いてませんが、昔はあの1月1日からやっているお店とかもちょこちょこ見かけてたんですけど、最近はもう1日となるとお休みしているところがほとんどで、っていうか空いてるとこないよな。車の量もぼちぼちですかね。お、この街中省営は空いてますね。この角のパン屋さんも閉まってる。ちょっとこっちに行ってみましょうか。お食事どころもほとんど閉まってるんでしょうね。今日は、ご覧の通り、天気も晴れてまして、宮崎では初日の出も見られたんでしょうね。今年どうしようかなと思ってたんですけど、結局初日の出見に行かずに、なんか連休に入ると昼と夜がついつい逆転してしまうんで、また4日になったら仕事が始まるんで、生活リズムを戻していかないといけませんけど、こっち行ってみましょうか。赤松通り、やっぱ閉まってるな。1月4日からやってる。クリル霧島。外来券は1月4日からか。
カフェ開いてるな。まあ、1月1日は、まあ、ゆっくり過ごしたいですもんね。ということで、僕も家に帰ってゆっくり過ごしたいと思います。それでは今年もよろしくお願いいたします。このチャンネルは宮崎の風景などを発信していますので、もしご興味があればチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良かったと思われたらグッドボタンを押していただくと、撮影のモチベーションですね、こちらの方、モチベーションが上がりますので、ぜひグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは次の動画をまた楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。チャンネル登録をお願いします。次回の動画をお楽しみに。